はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、的を登りましたよ。今、50回ですね。すべての謎は解決しております。完璧ですね。では、50回のボス、行ってみましょう。強いんでしょ？それでは行きますね。装備がこんな感じになってます。一応攻撃力が一番上がる感じにはしてるんですけども、どうなんでしょう。耐性はいるのかな、ボスは。うん、ある程度しか耐性はついてません。どんなやつ？ほう、今ちょうど、ちょうど4章で戦ってるやつだ。行きましょう。まずは、モンスター呼ばないとね。誰だっけ？キングリザードか。よっしゃー、ちょっと待って。待て。危ないよ、危ないよ。必中？必中かい？オッケー、ちょっとキングリザード戦ってもらおう。やったで、この特技のね、並び替えができないのがちょっと嫌だよね。よし、今のうちにガンガン叩け。特技の並び替えができればもう本当にいいんだけども。何それ？あ、これ危ないんだ。ちょっと待って。あー、これ絶対食らうんかい。なるほど、これは MP 回復が必要だね。ここは MP 回復が絶対必要なんだ。危ない。よし、ナイス。あ、いいね、キングリザードがショック与えてくれてるんで、だいぶ戦いやすいですね。 OK、 ナイスで、溜める。まあまあだな。どんどんどん。よし、スカード。もうないね。やば、キングリザードも引っ込んだ。もう一回呼ぼう。違う、キラーマシンとかがいい。いや違うね。やば、クソ、 MP がなくなる。戦いに行く、こいつ。いける、おたけび、ナイス。あ、でもこれ余裕だな。今までのボスに比べると崩壊したことない気がする。うん、あ、ありがとう。全然大したことない。別に耐性もそんな必要じゃなさそうだし、ボス自体も、あー、やばい、あー、食らっちゃった。こういうのしっかりとガードしていけば、あの、避けていけばね、問題ないんだな。やばい、これ爆発食らうよ。あっ、ぶね。でもね、この塔に登ってよかった。本当に戦い方がね、やばい、あっぶねー。戦い方がね、分かった。もう本当にね、ゴリ押しだけじゃダメだっていうのがね、本当に分かるところでしたね。ここは本当にやってよかった。まあ、アクセをね、入手できるっていうのでいいんだけども、本当一番良かったのは戦い方が分かったというところです。うん、ただただ攻撃していくんじゃなくって、やばっ、やばい。まず回復したがいいな。 OK で、ちょっと待て、呼ばせてね。 MP がない。ちょっと待て、アイテムとかの整理ができないのがきつい。よし、電話、
よし、ナイスすぎる。もうあと溜めて行かなくてもいいか。うん、溜まったら一応使うか。よし、やば。あ、でも倒した。いけたー。よし、50回達成ですね。よかったー、クリアでーす。これだね、フェザーチップゲット。もう全部取ったね。で、実績がもう全部いった。あ、いや違う、レア宝箱から7個かと、あー、1万ゴールド、あ、違う、10万ゴールドだ。あー、まあまあ特別報酬はないからいいけども。なるほどね、あと3つクリアできてないですね。わかりました。まあまあ1回戻ろう。不思議のカードが完成しましたね。多分これで正解なんですかね。守備力と攻撃力と HP をマックスまで上げてますけども、近接アタッカーはこれでいいよね。器用を上げた方がいいのかな、どうだろう。まあ、とりあえず、これが無難な気がするので、これでしょう。うん、遠距離職は攻撃力を魔法攻撃力にする感じ。だよね。で、ヒーラーは回復魔力、そんな感じで当たりでしょう。オッケーオッケー。じゃあ次。この交換屋なんですけども、ここでゲットすべきは、この悪霊の仮面とかで、どうすかね。悪霊の仮面を、合成するためにゲットする。そんな感じでいいんでしょうか。別になんか、ここでしか入手できないやつっていうのがあれば、入手したいんですけども、今のところは、これだね、悪霊の仮面、そして大地の流玉なんかを変えましたね。あ、中世のチョーカーとかも下がいいのか。確か俺今、首は、そういう装備してなかったんで、あ、金の ロザリオだ、俺装備してんの。そうだわ。金のロザリオを、装備してるんだ。だから、もうちょっと火力を出したいのであれば、そうか、この中性のチョーカーと、バトルチョーカー、あ、バトルチョーカーもあるんだな。バトルチョーカーを上げて、中性に入れる。これ完成だよね。第2、ああ、そうだね。はい。まあまあ、とりあえず、もう少し、塔を登って、もう登るとこもないんだけどね。チップを入手して、中性のチョーカーを完成させたいと思います。うん。そうすると、もうちょっと火力が上がりそうなんですよね。本当にね、やることが多い。やり込み要素がめちゃくちゃあるね。なんか他の人と比べるとね、まだまだ火力がないんで、これどうしようと思ってたんですけど、いや、これやり込みで、全然攻撃力、あと100以上は上がりそうですね。はい。まあ、とりあえず、まだまだやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。